今日は、キッチンの、収納力を増やす、裏技をちょっと紹介したいと思います。キッチンと言いますと、まあ、通常の普通の2550サイズのキッチンと、あとアイランドキッチンといろいろとありますけども、基本的に、例えばこれアイランドキッチンの今断面図を見てるんですけども、基本的に普通のキッチンの奥行きはまず650、昔は600っていうサイズもあったんですけども、最近では650、まあ、こちらの方が、まあ、この背面のキャビネットがないとしてですね、普通のキッチンであってもキッチントップの奥行きは650というのが今の主流になっています。で、それの断面を見ますと、レールがこう引き出しがついてますよね。ところがですね、この引き出しのサイズといいますのは、ここをよく見ていただくと分かると思うんですけども、余裕があるんですよ。この余裕のあるところをそのままにしとくということ自体がもったいないんですね。それで、金物メーカーの、まあ、サイト、ここは、デニカ株式会社、こちらがブルムっていうメーカーの、まあ、を扱っている代理店になっているんですね。このページを、まあ、ちょっと検索していただいて、でここでですね、こちらの方にブルム製品一覧、まあ、こういうのをクリックしますと、引き出しレールシステム、これですね、これを押します。でこちらの方にタンデムボックスブルモーション、こちらがよく使われています。でこちらをクリックしますと、このようにこういろいろ出てます。で、設計する人間として知っておきたいのは、こちらの資料ダウンロードでタンデムボックスブルモーションで、こちらをクリックします。ですると、PDF のファイルがこう出てくるんですよ。でこの中で注目していただきたいところがですね、ここですね、タンデムボックスプラスブルモーションこのプラスブルモーションというのは要は、一人でに静かに閉まるっていうシステム上の話ですから、まあ、要はタンデムボックスですね。でここのところを見てください。レール長さで、通常の既製品のキッチンによく使われているのがですね、この450ミリタイプなんですよ。ところがこちらの方下まで見ていくと550ミリとなっているのがわかると思います。で550ミリのレールでしたら、まあ、このような、まあ、形状になってますから、で先ほどの、まあ、通常のキッチンの、まあ、図面から見てみますと、もう十分入るんですね。ですからここで450のレールのものを550のレールに取り替えるっていうだけで、奥行きが現状のものより100プラスされるっていうことになりますね。これだけで収納量がアップするんですよ。ということをちょっと知っておいていただければと思います。